それとせいぜい俺の噂を広めておいてくれ。ふざけたことを抜かす商人は体中に歯型がつくってな。どこまでもゲームみたいだな。そんなことより今日は直文様の防具を買いに来たのです。何かおすすめはありませんか？直文様、私はもう子供じゃありません。おはよう、ご主人様。わあ、あったかい。ねえご主人様、温泉っていうのにも入ってみたい。盾の勇者がどうやって勝つつもりなのかしら。盾の勇者様、お気持ちをお察しします。お前と一緒にいるラフタリアちゃんは奴隷なんだってな。俺が勝ったらラフタリアちゃんを解放しろ。まさか逃げるつもりじゃないだろうな。さっきの決闘、モテヤス、お前の負けだ。誰かさんが直文に向けて魔法を放ったんだ。風魔法のようだったから分かりにくかったけどな。マインさん、あなたが行った反則行為についてお聞きしたいのですが。勇者同士の戦いにおいて不正を行い、ドレーモンでしたっけ。哀れな娘よ、主人の肩を持つよう呪いをかけられているのだな。罪人の言葉など信じる必要はない。大きくなって前に来たチビとは大違いだ。今ある素材で作るんだったら明日までにできるぞ。あんちゃんたち教わってねえのか。魔物の卵くじです。銀貨100枚で最低でもフロリアル、育てれば倍の価値になる魔物の雛が当たりますよ。私、フィロリアルさんとお話しするのが夢だったの。ヒーローちゃんね、私はメルティっていうの。もっと食べる？ご理解いただけていないようですので、率直に申し上げましょう。このままでは次の波で。私はこの地の領主、バン・ライヒノットと申します。騎士団からは盾の勇者様が追跡を振り切るため近隣の山々に火を放ったと聞きましたが。では私の屋敷で出発の準備をいたしましょう。神に仕える者として悪魔に組みする者は断罪せねばなりません。神は慈悲深いものです。あなた個人の信仰心を満足させるためであれば今すぐ悔い改めなさい。ここは民の往来です。このような場所での死闘は許可されません。盾の勇者様、私の名はグラス。勇者であるあなたとは敵対関係にあるという認識で結構です。世界のフィロリアルを統括する女王をしている。うん、メルタンにも悪いことをした。何か欲しいものない？おいおい、偽名を名乗るなら盾の勇者はやめておいた方がいいぞ。モーズはそんな下道とは全然違うってな。じゃあ一緒に組まないか。人数が多い方が効率がいいぞ。改めまして、テリス・アレキサンドライトです。宝石が喜びに満ちている。ここまでの仕事をしてくれるなんて。うん、みんな頑張ろう。ラフタリアちゃんが笑って頑張ってるんだから私も頑張る。うん、ラフタリアちゃんは誰かいる？ラフタリアちゃんの言う通りだよ。お父さんとお母さんが死んで、その悲しくないの？ラフタリアちゃん、マルドさん落ち着いて。ええ、うるさい。